にちは、モニラチです。今僕は団長にいます。タロキがバサバサと飛んでいきました。危ない、ゲロ、攻撃だ、ザクテケテケテッテー。こんにちは、マキーヌスです。イエーイ、フォフォフォ、イエーイ。今回はレゴのキラーマシン、自分でオリジナルで作ってみたよ。それはもう第1話で見ましたよね。実は第2話で作り方をご紹介したいと思います。キラーマシンが現れた、スライムも現れた。どうする、マキーヌス、戦う、逃げる、友達になる、攻撃だ、あ、やられる。マキーヌスは逃げ出した。テカ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 、怖かった。ダンジョンの敵は強いな。というわけでキラーマシンの作り方をご紹介したいと思います。特徴をご紹介いたします。まずはですね、この肩が斜めに取り付けてあるのが特徴です。こんな風に腕が動きます。後ろの足を少し長くしました。体全体斜めになって前かがみの姿勢になりました。一体感もあるよ。こういうパーツで足を作りたかったけど、ミニフィグと一緒に遊びにくいのでやめました。それとできるだけ簡単なパーツで作りたかったのです。まあ足が動かなくても遊べるしね。違う色でメタルハンターもできるよ。こんな感じに作れます。てけてんてんてん。ではまた男女に突入したいと思います。さあ仲間たち行くよ。では新しい楽しい仲間を連れて男女へレッツラゴー。怖いな怖いな。ヤッツク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 。マミスライムは仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間になりますか。うん、なりましょう。キミハイミウラウラウラ、キミにハイミウラウラウラ、癒される。ダダダダダダダ、お前らいじめるんじゃない。ダダダダダダ、うわスライムの洪水だ。ボボボボボボボ、これはもう戦うしかないな。いやいやいや、一匹倒した。いやいやいや、最後の残り、タタタタタ、くざ、これで一件落着。ズス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 、残りのスライムたちがどっか行ったぞ。どっか行ったぞ。よくも来たな。俺たちがこの洞窟を奪ったことを知ってきたんだろう。君にハイミウラウラウラ、あー癒される。ウラウラウラ癒される。ウラウラウラ癒される。ウラウラウラ癒される。お前もかよ。え、みんな寝ちゃったのこれ。ハイミハイミ、お前ハイミじゃなくてラリホーしただろう。おれ、顔が、おれ、なんだあいつ、怖い、怖いぞあいつ、顔崩れてた今。戦う気満々だった俺の立場どうなるんだよ。けどドラッキーもいるよまだ。キーキー、だってドラッキーは俺の仲間だもん。君にハイミー。
供だからお前ホエミじゃなくてラリホーやってんだよ。それはそうなの、呪文間違えちゃった。おい離れてる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 、おいここ見ろ、この剣見えるか、何本見える？4本。わお前頭おかしいぞ。ザク、いいや、ポコツですから。崩れてる。洞窟の部屋は守られた。よかったな。ウェルタシウェルタシウェルタシ。もういい加減起きろ。俺もだようですね。お前が起き上がったのか。ザク、おいで。ザクザクザク。おお、俺はちょっと待って、天下のキラーマシンだぞ。天下ってなんすか。天下ってな、偉いんだぞ。そうなのか。うるさいよお前。いやだ、ちょっと、ああ、俺のシャツ破きやがったな。ねえねえ、これおっぱい。俺そうだよ、見んじゃねえよ。中身がバレちゃった。もっとバラそう。ああ、こうなってます。みんなも真似してみてね。これ。いやだ、ちょっと、うわうわうわ。ちょっと、やめろ。足を引きちぎってやる。うわ、やられた。やっぱり。いろんなドラクエのモンスターが作れるなんてロマンチックだよね。もしかしたらね。毎週頑張って動画をアップロードしているので、このチャンネルに登録をお願いいたします。なんか頭の中が悪魔に囚われたような気が。私泣いてます。